パート8いきたいと思います。昼だからですね、昼だからじゃない昼だが倒れて、違うな前回は遺跡調査してで薬草を拾って昼だが倒れてしまって、で薬草を使って昼だが助かって通行証をもらって、でそして今ミューズ氏に行こうと、入ろうと。ナナミがヒルダ、タックがレックス、ジョイがピート。ピート子供なんですけど、コントやるってか、似てるけどね、名前はね。ピリカ、ピリカにピート、ピだけだな。ショーですわね。これをご覧、遊ばせきついな、読むのもきついなしかもですよ、寝起きですよ昨日の夜撮れないから朝やってますよ寝起きでこれかね。アレックスというのはドイツだ。おほん、私である。怪しいよな、ヒルダというの。ほほほ、私がヒルダですわ。ヒルダさん、そんなんじゃないんだけどな。ピート、ピートだ。ピート、しっかりしろ。食べられた。僕がピートです。そりゃね、お前が、いや、すごい怪しいよ。ヒットライロ、当たり前だ。当たり前だよ。危なさはないけど、ただただ怪しい。なわけないじゃない。上位がもうちょっと上手ければ騙せたのに、自分こそひどい芝居して、嘘、私は28、ヒルダさんで28歳な。3、年齢はいいかもうちょい上だと思ったけど、そうなのか。28であの落ち着きさはなかなかないような今の現代。どっちも下手だよ。なんだ、身も上位も下手だよ。一緒だよ。修学旅行生じゃないんだな、怒られ方がさ。どうしたの、見てごらんよタック。あそこ明かり取りの窓から月が見えるんだ。明かり取りの窓か、満月だよ。アイランドを出てからいろいろあったな。トトの村の洞窟で見たあの幻、幼かった頃の僕たち、
ましかったよ。僕の生まれた家には何でもあった。望めば何だって手に入った。でもだっく、君とナナミと幻覚じいさんは血のつながりも血のつながりがないのに、それでも温かなつながりがあった。僕の持っていなかった、望んでいられなかった何か。だっく、僕らが初めて会った日のことを覚えているかい。話しかける最初の一言が分からなくて、君とナナミの姿をただ見つめるだけだった僕に、君が声をかけてくれたあの日を。回想シーンになりましたね。なあ、タック、いつかはあのキャラの街に戻れるのかな。厳しいけどね。でも希望は捨てちゃダメだよ。この意味のない戦争が終わり、全てが穏やかで静かになったら、あの街に戻ろう。僕と君とナナミの3人で幻覚じいさんの道場を立て直したっていいし、なんなら商売を始めてもいい。何をしても生きてはいける。軍に戻る以外なら僕は何でもできるよ。軍に戻る以外か。うん、そうか。タック、僕はトトの村で助けられ、ビリカとマークスさん、ジョアンナさんと一緒に暮らして過ごした数日間、あの時に知ったんだ、僕が必要としていたものが何かを。だからビリカが僕をお兄ちゃんって呼んでくれたことが。それなのに僕はピリカを守れずに、サメの言葉は聞けない。ありがとうタック、ありがとうタック。僕は誓うよ、この地に温かな静けさを。ピリカのような子が真っ当に温かさの中で育つ、そんな時代に戻るように。わずかな力だとしても僕は戦う。上位の決意が。ピリカ。ピリカも来ちゃったな。よくあれで寝れるな。寝れないもんな、あの起き方した。自分は。わーっと起きたー。寝れねーなーと。1、2時間寝たいなーと。あるのにな。今その時間ですよ。4時半。おっさんって。少々待ちを、解放ですね、釈放か。ビクトールに失敗されるようじゃやばいよな。結構遠回りをしたけど無事ですよ。なんや、結構いい面構えになってきたぜ。落ち、歩い、まあわかりますんで、行きますんで、酒場に。視聴者、あー、はい。タックとジョイとおてん娘のと3人だけで来てくれ。場所は町の北突き当たりだ。街探索はしなくていいの？いや、しないとダメだな。もっとこの辺までカットでだな。なんだいなんだい。 A さん悪い人に狙われていると。それでね、これは使ってくれないから、後で取りに来るからお願いな。その包みを手に入れ、そんなイベントがあったな。そういえばどこだよ、トールには分かるんだろ、してるともう必ずこの違い
そうか、やつめ。一体どこへ。今ね、選んでもまあ変わらなかったはずだ。姉さんだ。ありがとうよ、坊や。これは礼だよ。取っときな。フォトセット、ああ。そうだったか。見つけたぞ、エルザ。エルザ。クライム。と、やっと追いついた。吠えたける声の組合の執行人として貴様に罪を償ってもらうぞ。テルの海岸の、いや、街中でやめてもらえるないかな。街中でさ、クソ、逃がすか。街中でやめなさいよ。で、また再びカットかな。ちょっと街探索しておきます。どちらかが滅びるまで決着はつかないかもしれない。奴は狂ってやがる。血と炎の匂いに飢えた狼だ。まともなことじゃ太刀打ちできない。今日はそう、今日の予定は、用事は何でしょう。クトールさん、こいつがタック、こっちの細いのがナナミ、そしてこっちの天馬がナナミ。だったんだっけ。そうだな、子供を戦いに連れていくわけにはいかないだろう。しかし、ジョイアトレイド、なぜ知ってるんだ。
で知ってるんだ。それで知ってるのか。反逆罪で追われてるから知ってるのか。そうです、幻覚。親は幻覚です。やっぱり市長だからいろいろ知ってるのかな。幻覚老師が二人の養子を取ったってと聞いている。その名がタックとナナミだったはず。大事な話があるんですね。幻覚老師は元気にされているのかい。じいちゃんはね、一昨年死にました。一昨年か。そうだ、このイベントがあるんだ。そうかそうか。フラグか。頼み、まあいいや。ルッカーブライト、ミューズとハイランドの国境近くにルッカーブライトの軍がキャンプを置いている。スパイしろと。スパイしてきますよの前に、そうそう、これこれこれとないよね。あ、いたいた、いたいたいた。これで仲間になるんだっけか。ホーアン先生は、
クワクしてるな今日。おっと、ピックとピクトールとフリックなら兵隊の罪で走り回っていない。ご視聴ありがとうございました。